今日は10月の13日何曜日だ、木曜日。今日多分最後で、明日電車で香港に向かいます。で、今日電車のチケット買いに行ったんだけど、なんかカードが使えなくて買えませんでした。でも席いっぱい空いてるって聞いたら結構空いてるっぽいので、明日直接行って、あとちょっとお金を中国のお金に変えて行こうと思います。今日はね、いつも行ってる南京ストリートに、南京ロードにリベンジしたけど、今日話しかけてきた人めちゃめちゃブスだった。でも話を聞いてると、なんかマッサージらしい。なんかとりあえずお茶とかに誘って、そっからマッサージに引き込むみたいな出口らしい。今日ブスなこと結構話し込んで、でいつも話しかけられるんだけど、なんでって聞いたら、あ、みんな勧誘だよみたいな。でそのマッサージのとこまで連れていくと、その子たちもお金もらえるみたいな、そういうシステムらしいです。なんかついてかない方がいいですね、まあ、話すだけならいいけど。ではそう、香港行く予定だったんですけど、なんか面白い日本人に会って宿で、でもう一泊上海にすることにしました。で今で昨日列車のチケット買おうとしたら現金じゃないとダメって言われて買えなかったんで、今日は現金をちょっと買えてきたんで、それでチケット明日の買いたいと思います。いやー、上海結局これで5日目か6日目か、まあでもまったりできていいです。でビザがもうあと3日ぐらいで切れちゃうんで、その前に出なきゃいけないんで、まあ明日もう絶対出れるようにチケット買います。チケットあるといいんですけど、ね、ではでは。なんか香港行きの電車のチケットは南口の、ここ南口なんですけど、香港駅、上海駅、あそこがチケット売り場で、そこでしか買えないみたいです。しかも窓口が5番窓口しか香港行きは買えないみたいです。ここ窓口ですね、全部紙に書いてきたんで、これ渡すだけでいけると思います。5番、现在等个折扣，好吧？谢谢你啊！还有什么都开车了，还有2点55分的，这种我实在对不起啊！我们都在等呢。稍微去，你也不好意思，你看。你要取票是吧？取票。取票那个。取票就是现在他给我改签了，我这个没办法了，我现在到地方等一下了。好。2点55分的。無事ねチケット買えたけど、なんか
夜行電車はなんか一日おきらしくて、今日あの偶数日だけで、明日はなんかやってないらしい。だから16日のチケットを買いました。明日も上海で、明後日出る感じですね。で値段は172元、多分一番ベッドの最上階、多分一番良くない席。だから昨日行った時380って言われたから、それより8元ぐらい安い。まあいいでしょうっていう感じです。